どうも、Kチャンネルです。今日はですね、せっかく登録者数がですね、300を超えましたので、そんなに力説するなって、そんな力説する数じゃないんですけど、私としてはやっぱりびっくりなんですよね。このチャンネルをですね、それだけの方が登録してくれたありがたいことでございましたので、今度はね、ちょっと用品買ってきましたので、そちらをご紹介したいと思いますので、今日はですね、今日はね、カメラ用品なんですよ。なんとですね、じゃ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 ーん、メッツでございます。わかりますかね、メッツ。なんと、メイドインジャーマニーで、なんか、値札そのままついてますけどね、この値段のままでは買いません。メッツというのはですね、まあ知らない人の方が多いかな、今は。僕らの世代にとっては、こういうフラッシュで作っていた、外部フラッシュをね、作っていたメーカーで。まあ今ですと、メーカー純正のものとかもね、ありますし、まあ、プロフォトっていう、大きなストロボメーカーさんがね、こういう小さいの作られてたんですけど、その昔は比較的こう、優秀なね、メーカー純正以外では優秀で、光が綺麗だっていうのが売りだった、ところになります。ただですね、実はですね、これ買ったのはですね、健康トキナーさん。某中野にあります、健康トキナーさんのアウトレットで買いました。ですから、値段も、とてもこんな値段ではないんです。びっくりするような値段で買いました。まあ、これはですね、まだ在庫あれば買えますので、ぜひ、健康トキナーさん、中野の健康トキナーさんを覗いてみていただければいいかな。まあ、健康トキナーさんね、オンラインでもアウトレット やられたりするんですけど、オンラインではさすがにこれね、出てないかもしれない。で、なんでそんなに、もうとんでもない値段ですので、紹介できないんですけど、安くなってたかというと、このメッツさんがですね、フラッシュ事業から撤退します、やめますっていうことを発表があった。で、さらにもっとすごいのは、もうサポートも全部やめますよ、やりませんよ。例えばこれ壊れちゃったら、もう直せない。ね、そういうものになります。まあ、ただ、フラッシュって落とさなければ、ぶつけなければそんなに壊れませんから。大丈夫かなと思って買っちゃいました。で、ペンタックス用です。これそれぞれね、それぞれここにも書いてある、それぞれのメーカー用のあれがあるんです。何が違うかっていうと、まあカメラの TTL 音って、カメラの方でこのフラッシュの閃光ですね、閃光の量ですね、光の量をコントロールできるような機能がついている。なので、ペンタックスに対応しているから、これペンタックス用になります。まあペンタックスユーザーでも私ありますから、ペンタックス用のこれ持ってなかったら、こういうの持ってなくて、ちょっと1個あってもいいかなと思ってたんですね、実は。仕事でまあ使ったりすることがたまにあるので、ただこういうのないとペンタックス仕事で持っていくことないんですけど、まあこういうのがあればペンタックスのカメラね、仕事で持っていってもいいかなってふと思ってたんで、まあちょうどいいので買いました。じゃあ早速開けてみましょうか。はい。じゃじゃじゃんじゃんじゃんじゃーん。まあこんな感じで、ね、取扱説明書とかも入ってますし、まあ読まないですね、こういうのね。取扱説明書っていうのはどのメーカーのものでも、だいたい読み分かれ、意味分かんないですね。分かんないですから。ほぼ読まない。はい。まあこんな感じ。綺麗にまだね、梱包されておりますね。梱包されて出てくると、じゃーん、新品、綺麗ですね。これね、ヘッドがこう曲がるような感じ。曲がるような感じじゃん。まあこういう感じで下にカメラをつける。カメラつけりゃいいじゃん。ね、分かりづらいから。ちょっとカメラ出しましょうね。少々お待ちください。今日は K3 Max 3を持ってきました。ね、まあペンタックスの場合、ここにね、カバー、ホットシューのところにね、カバーついてますから、まあ、これをまあ外してあげて、まあ、ここに、この下の部分ね、ここの下の部分をはめていきます。で、専用になっている一番大きな違いは、この接点なんですね。この接点が違うんですね。ここに、まあ、真ん中の大きなのは X 接点。フラッシュ発光させるために必要なものです。あと、周りのやつはね、これ、周りあるやつは、これを制御するためにね、ついてますから、まあ、これが専用品とそうでないと違います。メーカーのね、専用品というか、まあ、ペンタックス用ってなってるのと、そうでないものの違い。ただ、真ん中は一緒ですからね、発光させるだけなら、まあ、どれでも発光させる。お、初めてつけるぜ。お、ついたぜ。で、ついて、使えるかどうかね、本当は確認しなきゃいけないんですけど、実はですね、これ、あ、ここ開いた。電池4本、単三電池4本いるんです。今日ですね、ちょっとすっかり電池持ってくるの忘れましたんで、動作確認はできません。できません。で、まあ、ここで、裏で、電源入れてあげて、
マニュアル TTL っていうのが先ほど言いましたカメラの、これは先行ね、発光しました、発光しましたよ、ここからカメラ入ってきて、この中で DTL で測ってますよね、測ってます、それを使って制御するのがこの TTL になってます。でこの M というのはマニュアルで、マニュアルで、マニュアルで、ここに何分の1ってなってるんですけど、これで光量をね、光量を変えてあげることもできます。これ多分ここに44って書いてありますから、ガイドナンバーは44っていうパワーなんだと思います。こういうフラッシュの場合は、あのジェネって言って別でね、別体で立てるストロボとかフラッシュ、ストロボって言いますね、そっちの場合、こっちの場合フラッシュって、いろいろこれ商標登録の問題でですね、呼び方違うんですけど、まあ、こういうクリップオンの場合はガイドナンバーっていう風になので、大体その力をね、力パワーを表現するんですけど、これは多分44っていう、まあ、そこそこ大きいパワーがありますね。で44だと、まあこの状態で仕事で使うかっていうと基本的には使えません。べったりした光になっちゃう、正面からの光になってべったりして立体感なくなってしまうので、あんまりいい光と言えないんですね。ですから仕事で使うときなんかは、まあ室内で使うときなんかは上に向けて、上の天井に光を一回バウンスさせて、光を跳ね返させること、バウンスっていうんですけど、これで天井で光をバウンスさせて、で光を回してね、回した感じで使うっていうのが、まあ主な使い方に。ですから縦位置にするときなんかこれでは横になる、まあ壁、横の壁にね、こうやってこう離れてるところに、こう離れてるところに光当ててあげるのもいいんですけど、まあ、こうやって上に回してあげるって、動かしてあげればこう上にね向けますよね、振れます。ですからまあこういう外付けのね、ちょっと大きめのフラッシュね、買われる場合なんかはこのヘッドが動くタイプを選んでいただけるといいかな。ちょっと動かすだけでまあいますから、まあ、それでね柔らかさ出してあげたりすることで、こういう風にまあここでね、さらに拡散させてあげるパネルなんかもついてます。これはねついてます。でもう一つ、もうちょっとあると、ここに上にね、乳白色のものとか、あの、ディフューズしてあげる、ちょっと柔らかく、光を柔らかくしてあげるようなね、ものなんかをつけると、またこれはこれで面白くなるんじゃないかな、というふうに思いますね。はい、思います。そんな使い方を、いたします。で、まあ、これでポートレートを撮るかって言われたら、ポートレートは撮りません。はい、ポートレートを撮る場合は、カメラのレンズに対してまっすぐな状態で光を使うことってのはほぼないですね。ですからここを外した状態でこれを発光させられるように、オフカメラっていうんですけど、これオフカメラっていう状態に言うんですけど、まあこことここを、まあこう今だとあれですね、なんだろう、無線とか電波でつなぐやつとかあったりするので、まあそういうのでつないであげて使ってあげるのがいいですね。まあその場合は手でこう持ってると限られるので、まあスタンドとかをね使ってあげたりっていう風な、またまあそういうのを使い方でお上手な方ね、有名な方もいらっしゃいますから、まあそこにはかなわないので、今日はね、そういう紹介しないです。ただ、俺、これ安く買っちゃったぜ。イエーイ!っていう感じで終わりたいと思います。健康トキナーさんのね、アウトレットって非常にこう、頻繁に、ね、行われてますので、行ってみると結構面白いものあります。買わなくても見てみると、結構プロが使うようなもので面白い用品とかね、いろいろこれだけじゃなくて今で言えば LED ライトなんかもねありますので、またそんなところも見ていただければいいかなと思っております。では今日はこんなところで終わりにしたいと思います。また皆様とお会いいたしましょう。どうも。